カミュは、フランスは、コニャック地域に拠点を置くコニャックのブランド。ジャンバティスト・カミュが、コニャックの生産者グループを組織し、ラグランドマルクのブランド名の下で、その販売を開始した1863年以来、カミュ一族が5世代にわたって受け継いできた。現在は、カミュ家の5代目にあたるシリル・カミュが、3大陸にまたがる8カ国500人の従業員を、率いている。 カミューの商品は世界のほとんどの国、ほぼすべての国際空港、そして数多くの航空路線で販売されている。ワイングロワーであったジャンバティスト・カミューはコニャックハウス設立ためにコニャックの上流、販売を手掛けるようになった。熟成コニャックの生産と供給の観点から安定した品質水準を保証するための共同事業体を組織する必要があると判断。 1863年にラグランドマルクを創設し、そのブランドの下で販売を始めた。ラグランドマルクの最初の輸出先はイングランドであった。ジャンバティストは、カミュー一族がブドウからグラスまでのすべてのプロセスを統括、コントロールしなければならないという原則を確立するため、パートナーたちの共有権を買い取り、カミューラグランドマルクを創設した。 1894年にジャンバティストの上の息子エドモンが事業に参加し生産に全面的に関わり父を支えた。神はエドモンの指揮のもとで損ではなくラベリングされたボトルでコニャックを売る。最初のコニャックハウスの一つとなるなど世間にその高い品質が広く認知されブランドの確立につながった。またフランス市場における売り上げを伸ばすことにも成功した。 エドーモンの弟ガストンは1896年に事業に加わった。輸出販売の分野に専念し、後にカミューが提出雇用タシコニャックにもなるロシアへの販路を開拓した。ミシェル・カミューが1932年に事業に加わった時、彼はまだ21歳の若さであった。ミシェルはカミューとロシアとの関係構築を継続し、 1959年にはフランスとロシアの間における独占的なスピリッツ輸出入契約を獲得した。1960年代初頭、アメリカの DFS ギャラリアとの取引を開始し、旅行者を対象にリモージュジキやバカラクリスタルのデキャンタなど様々な贈答用パッケージを展開。また、 上質なナポレオン品質のコニャックを業界では初めてとなる特徴的なすりガラスのボトルに収め販売を促進した。ジャンポール・カミュー1945年生誕。1977年から事業に加わり、マスターブレンダーとして父、ミシェルを支えた。また、古くからカミューの拠点があるボルドリーの栽培地域周辺を中心にブドウ畑を新たに買い入れたほか、 上流所と貯蔵施設を新設した。アジア太平洋地域における空港や航空路線での免税販売で、父の商売哲学も追求した。DFS ギャラリアのチャック・フィーニーとの世界、独占販売契約によりカミューの利益は年間1億ドルに上り、カミューナポレオンは1980年代における最も販売数の多いコニャックとなった。また、日本において、 最も人気のあるコニャックとなった。シリル・カミュはアメリカのバブソン大学で経営学の学位を取得後、1994年に上海でカミュの貿易関係部長に就任した。その後1998年にコニャックに戻りマーケティング部長に就任。免税店市場向きに開発される数多くの新商品を監督し、神気所有の武道農園から作られた。 ボルドリーさんのシングルクリュコニャック、ボル、ドリー XO のほか、フランスのレシまで作られるコニャック、イルドレを開発した。2004年に代表に就任。カミューエレガンスシリーズを開発した。カミューケが発祥したシャトープレシカミューのアトリエ。ありがとうございます。